さあ、ことぶきさん、はい、ディリリとパリの時間旅行は、まあ、歴史上の人物が次から次へと登場しますけども、はい、登場してきますよ。もし歴史ですよ、うん、もう5000年前に行っても大丈夫ですよ、うん、会いたいという人がいたら誰かいたりします？誰だろうね。でもハレイ君やっぱり歴史得意じゃないですか。好きではあります。ですよね、はい、うん、いや気になるな。僕ハレイ君が誰に会いたいか気になる。僕はちょっとベタなんですけれども、どうしてもそのちょっと待って待って、はい、歴史上の人物誰に会いたいかベタとかある？いや、なんかそのイギリス人だったらみんなこの人っていう人がいるんですよ。そうかあ、なるほどなるほど。そんな中でウィンストンです。ウィンストン？チャーチルです。ウィンストン・チャーチル気難しそうだね話してくれっかな。いやでも逆にウィンストン・チャーチルと今までいろんなチャーチルの映画って作られてきてるじゃないですか。一つずつ一緒になんかブランデー飲みながら見てどれが一番良かったかっていうことをちょっと聞いてみたいですやっぱゲイリー・オールドマンのあのチャーチルはものすごい似てるわけじゃないですか、うん、なるほどなるほど。それからその本人はどういうふうに思ってるのかなとか、うん、なんかシガーの持ち方がやっぱちょっと違うんじゃないかなとか、そういうちょっと気難しそうなチャーチルと会いたいですね。だから、うん、武田鉄矢さんが、はい、モノマネ芸人を認めないみたいな武田鉄矢さんいろいろな方にモノマネされるじゃないですか、はいはいはい、なんか若干なんかねこう、うん、どうかなと思ってる雰囲気あるんですよね、あの感じかもしれないね、だから浩司富田さんの武田鉄矢自分自身のモノマネは認めないけども、はい、堀さんは認めるとかねもしかしたら武田鉄矢さんの中でもあるかもしれませんけどもね、どうなんですかね。